とうございます。それではよろしくお願いします。前回が5月なんですよ。その次にまた第9弾ですよ。もうじきこれ多分ビッグバンミッション終わると思います。また新しい弾に変わるんじゃないですかね。でも情報心のが僕の苦手が大好きです。はいはい、基本僕のシークレットですか。それがねちょっと僕もかっこいいなと思ってるプラスで、その他の2種類のシークレットが高き画面の再現でフリーザっていう感じで、この3枚が今回のシークレットなんで、これ開けるまで帰れません。やっていきたいと思います。あとちょっとで出ないといけない。あと何分ですか。1時間ぐらい。まあまあまあ1時間だったら初日じゃないんで、はい、ワンチャンすぐ当たる可能性があるんで、でシークレット以外にも今回帰れる方法を用意しました。なんか宝箱キャンペーンで2回風のソング風のキャンペーンのねプロモカードがあるんで、それ当たっても帰れる。帰れます。目標は1万5000円ぐらい。あ、そうですね。150円ぐらいしたら、まあ、1時間ぐらいなんで大体、なのでそれにはね間に合うかなっていう感じなんで、今回はこっちの台にね来たしました。で今回もお互い3000人やっていきましょうか。当てられなかった人は全額もらって、はい、帰れるんやったら帰りましょう。本当に何度でも出すよ。そういうのじゃあ早速ね、じゃあ僕から3000目っていう感じでやっていきたいと思います。では行こう。はい、ということで3000目やっていきたいと思います。もしかしたらワンチャン当たったらもう取れなかなさすぎっていう感じなんですけど、先生が授業に遅れるのだけは僕避けたいんですよ。なので、まあ、僕がバシッと当てて先生がね自腹にねなるかなって思うんで、早速やっていきたいと思います。はい、3000目参ります。ワンチャンありますよね。なるほど。キャンペーンじゃないですか。あー、キャンペーンですね。トランクス未来。さすがに何かあってもいいんじゃないですか。星4ぐらいは景気付けに2年とかじゃないでしょ。売り切れ濃厚になってきました。マジ9000円すかはやばないっすか。もちろんあんま光ってないっすよ。あ、なんかこれはこれなんか来てんじゃないっすか。いきますよ、せーの、ドン。おー、星4っすか。間違えちゃった。また怒られる。また怒られますね、キャンペーンは。なんかいつもと違うんで分かんなかったっす、ぶっちゃけ。4枚ぐらいね、なんかこのパターンあるんですよ。うわー、仮面の人造人間、ありがとうございます。でも結構やばいっすよ。ないっすもんだって。やばいやばいやばい。うわー、いいよ。じゃあ先生、1万2000名お願いします。時間もやばいね。宝箱当たりです。絶対当てる、絶対当てます。頼みます。はい、じゃあ1万2000円目お願いします。これ
ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。でもね、ちょっと期待が、あー、あかんわ。うわ。うわー。いいよ。1万5000円参ります。マジでやばいっすよ。これもし4も当たらなかったら結構やばい。うわ、かっこいいな、それ。お、ついに星4来ましたね。得意の戦士。これやばいっすね。かっこいいっすね。これはかっこいいっすね。ありがとうございます。初の星4。さすがに出るかな、少ないっすね。あー、これキャンペーンっすね。かっこいい。星4っぽいっすけど、これキャンペーンなんですよ。かっこいい。ぼちぼちちゃいますか。なんかポコポコ出てきてる気はするんすけどね。うわ、ないっすね。シークレットだと思います。ね、いいよ。はい、1万8000名お願いします。マジでもうお願いします。もう何ですか。これキャンペーンですね。キャンペーンか。なんか、なんか出てほしい。なんか出てほしい。めっちゃ渋いっすね。これは？せーの、はい、キャンペーン。ちょっとやばない、やばない、出てくると思うんですけれども、そこからね、ちょっとやばいっすよ。もう白いやつ見えたんすよ。あー、これ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 、孫悟空のシークレット来ましたね。これ先生が欲しがってた身勝手なやつですね。で、配列的にはまあこんな感じで出てくるかなっていう感じですね。急にここからもう滑って落ちてきてびっくりした。かっこよすぎるわ。最高。いいよ。いやー、マジで当たってよかったっすね。本当にね、先生が帰った1500円でね、当たったっていう感じで、マジでよかったです。昨日の1月15日木曜日からビッグマンミッション第9弾がね、始まってるので、土日とかにね、もし来れる方がいたらね、ぜひいらっしゃってください。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル高評価よろしくお願いします。それでは、せーの、また見てください。